こんにちは。スタジオアップルシーンの子育て悩み応援相談員の阿部です。今日から平成25年度が始まりました。4月1日ですからね。何卒今年度もよろしくお願いいたします。では、今日の子育てのヒントに行きたいと思います。今日もですね、運動保育士会のセミナーで学んだ最新の脳科学の話を少ししたいと思います。今日はこれですね、記憶の原理について話をしたいと思います。この赤字で書かせていただきました。人間は本来脳というのは忘れるようにできているんです。なぜかというと、これも私びっくりしたんですけど、人間っていうのはですね、全ての情報を覚えようと思ったら脳の大きさっていうのは像2等分ですよ。2等分の大きさがないと全ての記憶っていうのは留めることが難しいらしいです。例えば昨日の買い物の行った時間、きっといつか忘れると思います。いつか使ったホテルの番号、部屋番号、その場では覚えてますけど、1週間後にはきっと旅行の後1週間後に忘れてますよね。つまり人間の脳っていうのは忘れるようにできてるんです。だいたい人間の脳って拳2つ分ぐらいの大きさしかないですから、じゃあその忘れるようにできてる脳はどうやって記憶を留めるのか。もうこの3つらしいんですね、脳が記憶を留めるには。楽しいこと、好きなこと、あとはこっちも書きました、生死に関わること、この3つらしいんです。でこの生死に関わることをですね、うまく勉強に使うのは難しいですから、だからよく子育てとかにも言うんですけど、楽しいことだったり好きなことをたくさん子供にやらせると記憶にとどまるんです。そして繰り返しやってることによって、その子がいろんな経験を積んで頭に記憶として残り、それがまた学びとなっていくわけですね。だから本当にこのだからに子供になんでそれ忘れちゃったのとか、なんでそんなこともまたやんなきゃいけないのじゃなくて、人間ってね、忘れるようにできてるので、じゃあ楽しく好きなことをやって子供にいろんなことを学ばせてください。今日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。